林和会町ジュビロ磐田対名古屋グランパス。ここで本日のレフェリー、レフェリーアシスタント、マッチコミッショナー並びに両チームの選手を紹介します。レフェリー高山博之、アシスタントレフェリー堀越正弘、浜本雄介、フォースオフィシャル野田裕樹、レフェリーアシスタント田辺博之、マッチコミッショナー北郷光弘、以上4審判員、レフェリーアセッサー、マッチコミッショナーによって行われます。名古屋グランパスのサポーターの皆様、本日はヤマハスタジアムでご来場誠にありがとうございます。続いて名古屋グランパスのメンバーを紹介します。ゴールキーパー背番号1ランゲラック、ディフェンダー背番号6宮原和也、ディフェンダー背番号20中谷慎之介、ディフェンダー背番号17丸山雄一、ディフェンダー背番号36太田光介、ミッドフィルダー背番号25前田直樹、ミッドフィルダー背番号2米本拓樹、ミッドフィルダー背番号21エドワルドネット、ミッドフィルダー背番号9長谷川アーリアジャスール、フォワード背番号7ジョー、フォワード背番号10ガブリエル・シャビエル、続いてリザーブ背番号16武田洋平、背番号5千葉和彦、背番号33成瀬俊平、背番号34藤井春也、背番号37深堀俊平、背番号38山田浩太、背番号32赤崎周平、監督はマッシモ・フィッカデッティです。ジュビロサポーターの皆さん、お待たせしました。ジュビロ磐田、本日のメンバーを紹介します。Let's go!
大久保